組み付けていきたいと思います。まあ、結局ですねこの、真ん中のこの見えてるところ取りませんでしたけどね、この、あのコメント欄でいただいた、まあちょっと取れなかったんでまあいいかなと、もし何かあったらまた見ます。ゴーノさんね、ジェットニードルと、はい、ガスケット、いや全然出てこないですよ。もうあんまりやったらね壊しそうなんで、もうこのまま組み付けます。そうそう、今わかりました。ここのこれがですね、動くようにするにはここに通さないといけないんですよね、ちっちゃいこの棒、うん、でこの針がこうなってこれが動くんで、油面なんですけど、だいたいねこれこの測り方で 18.5、 このなんか段になってるところからこうやって測れば 18.5 なんですけど、こうかだいたいね、このどこからこれをこの刺すかによってこう違うじゃないですか。この段になってるところ、これは一番底面で、でここが上のとこでみたいな、そういう風に見えるんですね。なんかねこれで見るとここを一番下にしてここが縁で、で高さ見るみたいな、合ってるんかな、まあ、合ってそうな気はするんですけどね。はい、まあちょっとパークリで綺麗にして一応組み付けました。まああのニードルジェットとオーリング、あとそれと油面がちょっとまあ、あの不明ですけど、まあこの綺麗さで言えば多分大丈夫かなと思います。一応穴と穴も多分開いたんで、ちょっと昨日断念したですねリードバルブなんですけど、ちょっと硬いんで、スーパークレイ556を散布してちょっと緩めたいと思います。もともとついてたこのコードもあれですね、なんかもう切れてますね。これこのケーブルコード多分発注し直さなきませんね。これはダメですね。はい、じゃあここをね、つけまして、でこれなんですけど、前回ダックスの時であったこの切りかけ、上から見て切りかけがあるところ、ちょっと見えないかな、この切りかけにこの切りかけを合わせるっていうのを間違えて、こっち側の切りかけに合わせるとガーッと回転が上がるんで、多分ですけどこっち側で合わせると。ガソリンタンクとオイルタンクです。ちょっと綺麗にして中身確認します。まあ鉄じゃなくて良かったですよね、灰はガソリンタンクがね鉄じゃないんでね。でこれね燃料系がケツにあるんですけど、これあのここ外すとこういう風に取れます。これでね、あのガソリンがどんだけあるかっていうのを測ってるんですけど、もう何も見えない。これはちょっと交換ですね。キャブつけました、ここつけました、ここつけました、ああいう奥のとこのケーブルもつけました、ここもつけました、なんとなくつけましたです。でこれです。イグニッションコイル&CDI ですね。これがですね、これです。新潟のジャンクボックス。ここ変えるだけでいいんですよ。これを変えて、これを外して取り替えるだけです。上が漏れて下がハイなんですけど、ハイの方がちょっと長いですね、コードが。届くんかな？心配。やってみます。さあ、それではですね、火花が出るかチェックしたいと思います。火花はガソリン入ってなくてもいいでしょ。
ー来てる、来た、間違いなく出てる、めっちゃ嬉しい。うーん、やっぱり CDI とイグニッションコイルは壊れてたんですね。これエンジンかかるかも。ガスさんチャンネル、やっぱ漏れはこれ短いんでね、ここにもともとつけれないですね。あ、つけれんのかな、ギリギリかな。めっちゃ安物ツーストオイル入れます。はい、ガソリン取り出しました。これ取り出すのに一文字買ったんですけど、本当はね、いいやつあったんですけど、なんか今のさっきのゴタゴタでどっか飛んでいきました。ガソリン入れます。入れにく、大丈夫、ただね、スクリューの調整とかは全然してないんで、ちょっとエンジンのアイドリングとかもしかかったら高くなる可能性あります。いきます。一発、よっしゃ。あれはさ、アイドリングが高くて失敗してんのか、それとも何やろ、調整をちゃんとできてないのか、ニードル逆にしてんのか、どっちかやんね。高すぎるよね、アイドリング。ちょっと下げますね。よっしゃ、来た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 。めっちゃ高かったな、アイドリング。ちょっと低くしすぎた？ちょっと上に上げようか。すぎるかな、調整がちょっと弱い。あ、痛い痛い痛い、あ、待て、あ、怪我してると思った、最悪や。ともかくね、かかりましたね。マフラーも詰まってる感じないですね。俺もしかしてまたニードル逆につけてるんかな、これ逆にまたつけてるかな。ちょっと見ますね。